はい、こんにちは。休みのお昼の日になりました。はい、感謝いたします。今日の、時刻がもう1時ですね。今日はお休みで、朝は眼科行ってきました。変わらずに、年に1回か2回ですね、眼科。はい、ちょっと今日は T シャツでちょっと湿度はカラッとしてますね。40%、まあ扇風機回してますけど。28度超えてますね。暑いですね。もう今日は30度ですね、予報では。はい、30度です。はい、ではお昼ですね。こうやってお祈りいたします。天の父の神様、与えたお昼の休みの糧を感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、先ほど昨日ヤクルトさん、はい、これがジョアですね。はい、でコーンスープが、コーンスープですね、休みの定番ですね。はい、これが昨日の、鮭とこのメインですね。これは鶏肉ですね、とニンニクが入ってます。それとサブのこの、サラダですね。ちょっと石垣島から送られたパイナップルちょっと切りました。パパイヤの漬物とレタスとキャベツですね、とトマトだと、これは梅干しが入ってますね、漬物サラダですね。それと、ピラフのこの冷凍のに卵ですね、朝のこの卵と海苔をしています。ではいただきます。お祈りしましたですね。はい、先にジョアですね。ちょっと喉を潤して、はい、先ほどパイナップルを自撮りで切ろうと しようとしてましたけど無理ですね。ちょっと諦めました。なかなかカメラならいいですけど、自撮りで、パイナップルのそのこの切るのにしようかと思いましたけど、チャレンジ諦めました。はい、先にジョアですね。食事の前に乳酸菌がいいと言ってますけど、ほぼ変わらないと思うんですけどね。どうですかね。はいはい、今日は今週は、木曜日と日曜日がお休みですね。週休2日制。来週は土曜日と日曜日ですね。なかなか今日はもう朝寝坊ですね。8時半の、眼科が、ちょうど、そんなに、多くなくて、スムーズに来ましたので感謝いたします。まあ、引き続き悪くないということで、まあ、ちょっと目薬が切れましたので、ちょうど、だいたい年に2回ですね。6月12月ぐらいですね。はい、今度はまた歯のチェックを、健康診断ですね、予約しようとしたけど取れなかったですね。また7月再度、チャレンジしていきたいと思います。ご飯のこのこれは何かな、ご飯のこうですね、なんかちらし寿司ような、こんな感じがしますね。ちょっと海苔と、でメインの肉は肉、これ鶏肉かな。休みのスケジュール入れてしまいますね。もう今日は眼科とお昼からは
また週の収録の YouTube のまとめ撮りが控えていますので、もう内容はほとんどもう諦めずにアップするように心がけています。なかなか結果は出ませんけど、水曜日あげた先生メッセージは霊界でしたですね。ちょっとあげんとしましたけど、最初の方は100回行ったら嬉しいですね。はい、あれはニュースかな。パソコンのニュースだったかな。小池さんは無所属で政党の推薦を受けないということでニュースになってますね。自民党と公明党は確認団体を立ち上げて、そういう小池さんを応援するみたいというのがニュースに上がってますけど、まあ、いろいろこの確認団体っていうのを初めて知りましたけど、いろいろ応援する方の条件がついてみたし、ね、ちょっと、はい、はい、それとはですね、いろいろなニュースが
エレベーターなくてエスカレーターで落とし損の事故が発生してますね。なんかいろいろ思わぬところに事故が発生しますね。はい、登り口で80台ですので足元がバランスを崩して倒れて頭部をちょっと挟まれたっていう感じですかね。ちょっと詳しくはしてないですけど、毎日毎日痛ましい事件がありますね。はい、北海道の SNS 等に巡ってトラブルや若い女性の方の命がなくなってますね。まあ残念な本当に私たちも本当にいつも YouTube で SNS 等で利用していますけど、本当に心が痛いですね。はい、最後に今年のサラパイナップルですね。石島のあの甘いですね。はい、ちょっとお茶の用意忘れたかな。はい、ちょっと慌てましたけど、サラダも完食しました。ごちそうさまでした。今日はコーンスープですね。で、サラダにメインの鮭と少し鶏かなと冷凍のピラフとその卵ですね。はい、それとジョアでした。はい、お休みの時の昼食でした。お昼の食事でした。ごちそうさまでした。このマサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタン等よろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のお休みの、お昼のお食事でお会いいたしましょう。マサートでした。シャガネス、パシャンブレジュ、シャローム、シャローム。